阪神でかつて活躍したあの選手について。現在首位を走っている阪神タイガース、打撃陣に関してはノイジー、佐藤輝明の不調や近本浩二の離脱もあり、チームとして苦しんでいます。しかしそれでもなんとか首位をキープできているのは先発陣の活躍が大きいです。チームクオリティスタート率 66.7% はリーグトップ、チーム先発防御率 2.91 もリーグトップと、数字から見ても阪神の先発投手陣の層の厚さがうかがえます。現役ドラフトで入団し、現在防御率セリーグ1位の大竹耕太郎、今季ブレイクを果たした若い村上頌樹、右肘のトミー・ジョン手術を受けて怪我からの復活を果たした才木浩人、抜群のコントロールを誇る伊藤将司、このように安定感が光る先発投手たちがローテーションを守っています。他にも西純也、桐島拓磨など期待の若手ピッチャーがおり、他の中堅からベテランの先発投手は入る隙がないのが阪神の現状です。その煽りを受けている代表格が秋山拓実です。秋山は2009年に高卒で阪神に入団、ルーキーイヤーは4勝3敗、防御率 3.35 と高卒新人として遠山昌司以来球団3人目の公式戦2勝以上を果たしました。その後はしばらく苦しいシーズンが続きましたが、2017年に大きな飛躍を果たします。25試合に登板し12勝6敗、防御率 2.99 を記録、投球回数と勝利数はチームトップになりました。2020年はチームトップの11勝を挙げ3敗、防御率 2.89、 2021年は10勝7敗、防御率 2.71、 キャリアで合計3度の2桁勝利を達成し、十分な実績を積み上げています。しかし昨シーズンの2022年はわずか5試合の登板にとどまっており、1勝3敗、防御率 5.48 と厳しい成績となっていますが、ウエスタンリーグでは9勝を挙げ最多勝に輝いております。2軍の帝王の汚名を返上するために勝負をかけた2023年シーズン、秋山自身も2022年シーズン終了後、プロで経験を重ねてきた自負がある、二軍の若手投手と過ごす中で厳しいことを言っているかもしれないですけど、全体的に自覚が足りない選手ばかり、こいつらにはまだ負けないなって一緒に練習しながら感じていましたときっぱり話しました。また一軍では西純也や才木らが頭角を現したが、投球術に関しては全然負けていない、試合の流れを読む力だったり大事なポイントがあると思うので、そういうところで来季はしっかり力を発揮したいと闘志を燃やしていました。そして2023年、左肩の違和感で戦列を離れた伊藤将司の代役として開幕ローテーション入りをつかみました。しかし4月2日の DeNA 戦に先発し、5回7安打5失点と不甲斐ない結果に終わり2軍落ち、その後は1軍の登板機会に恵まれておらず、2軍暮らしを余儀なくされています。2軍ではどうかというと、11試合に登板し6勝2敗、防御率 3.74 とまずまずの成績を残しています。他の球団であれば先発ローテーション入りも十分考えられます。ただ先発投手の層が厚い阪神ではなかなか登板機会がないのが現状です。現在32歳、プロ13年目、ベテランの域に入りつつある秋山、二軍から昇格するにしても富田蓮投手など若い投手が優先されることが多いです。十分実績はありますし、先発投手が足りていない球団に移籍した方が秋山のキャリアのためになるかと思われます。今回はそんな秋山のトレードについて迫っていきたいと思います。秋山の特徴。秋山といえばコントロールというイメージが強い阪神ファンが多いと思います。平均球速は140キロ前後と今のプロ野球ではかなり遅い部類に入りますが、制球力を武器に一軍で活躍してきました。球速を追い求めすぎて自分の投球を見失う投手もいる中、ピッチャーは球速じゃなくて制球力だとアピールしているような気もします。2020年シーズンのデータを見ると、
秋山は18試合登板した中でフォアボールはわずか12個、1試合にフォアボールを1個出すか出さないかというレベルです。投球スタイルとしてはストレートとカットボールを軸にシュート、カーブ、フォークと多彩な変化球を混ぜて打者を打ち取る技巧派投手です。変化球をうまく使うことで遅いストレートを早く見せるように工夫しています。また投球フォームも打者にとってタイミングが取りづらいです。ヤクルト OB の川崎健次郎氏は、秋山の投球フォームを見てみるとボールを持つ手と腕がかなり遅れて出てくるように見える、打者はピッチャーの体の動きに合わせてスイングを始動させるもの、秋山投手の上半身が動くタイミングに合わせてスイングし始めるとボールを捉えるはずの位置にバットが来てもボールはまだ届いていない、腕が遅れて出てくるように見えるんですね。だからタイミングをずらされた打者はボールを手元まで呼び込みきれず前でさばくことになり、ゴロを打たされる形になるんでしょうと秋山の投球フォームに焦点を当てていました。またこういう球速以外で勝負するタイプの投手は体の負担が少ないのでベテランになっても活躍するケースが多いです。50歳まで現役を続けた山本昌が代表的ですね。阪神で活躍している大竹耕太郎も投球スタイルを見れば秋山と似ていますね。160キロを投げる投手の方がファンとしては見ていて楽しいかもしれませんが、彼らを見ているとプロで活躍するには制球力が大切なんだなと感じさせられます。トレードに出せばどこが欲しがるか、ズバリ現在のチーム状況を考えるとソフトバンクが大きな候補になってくるかと思います。ソフトバンクといえば投手王国のイメージが強い方が多いかと思います。現在阪神で活躍している梶谷廉、大竹耕太郎、去年まで阪神の絶対的クローザーであったスアレスなど、実際阪神はソフトバンクからの投手のトレードで大きな恩恵を受けています。しかし今年に限ればソフトバンクはとても先発投手陣の調子が良いとは言えません。チームのクオリティスタート率は 39.7% とリーグ最下位、先発防御率は 3.42 でリーグ5位という現状で、先発投手を売りにできている球団ではないのです。そこで秋山投手のようにコントロールが良く安定感がある投手はチームにとって需要は大きいかと思います。常に先発ローテに回っていなくても、調子が良い時や先発ローテに穴が開いた時に登板するなどでもソフトバンクとしてはありがたいと思います。ソフトバンクは藤井光也、和田剛、東浜尚、大関智久など先発投手が足りていないわけではないです。ただ先発が安定しない今季を見れば、実績十分な秋山はソフトバンクが欲しがるには十分な存在だと言えます。ではソフトバンクは誰をトレードに出すのか考察していきたいと思います。誰とトレードするか。1人目、まずトレード候補に挙げられるのが高橋礼です。高橋はアンダースローの変則右腕、2019年には12勝6敗防御率 3.34 と素晴らしい結果を残しています。翌年の2020年は主に中継ぎとして52試合に登板し、防御率 2.65 と2年連続で結果を出しており、実績のある投手です。ただ2021年、2022年、2023年は合計で18試合登板と結果を出せず苦しんでいます。阪神の中継ぎ事情として左投手はそれなりに充実していますが、右投手は湯浅敦樹の離脱もあり枚数が少ないです。また先発が試合を作っても中継ぎで逆転されるという試合も去年に比べて明らかに増えています。そこで高橋のようにセリーグは慣れていないであろう変則右腕が移籍してくれれば、中継ぎとしての活躍が大いに期待されます。ソフトバンクはリリーフに関しては充実していますので、高橋は今のままでは出番は少ないと思われます。先発の阪神、中継ぎのソフトバンク、秋山と高橋のトレードは両チームにとってウィンウィンになることは間違いないでしょう。トレード相手2人目、
続いての候補は高橋純平です。2015年に3球団競合の末、ドラフト1位でソフトバンクに入団。選手の特徴としては150キロを超える速いストレートと落ちるボールが持ち味の右腕で、阪神が好きなタイプの投手だと思われます。2019年には中継ぎとして45試合に登板し、防御率 2.65 と結果を残しましたが、それ以降は1軍の出場機会はなく、主に2軍生活となっています。トレード理由は高橋嶺と同じで、右の中継ぎ候補としてです。ただ高橋嶺、高橋純平ともにプロ通算49勝している秋山とトレードするには、プロ野球選手としての格が違うように感じます。この高橋コンビと秋山でちょうど釣り合うくらいな気がするので、この2人と秋山の2対1のトレードもありなのかなと考えます。他には外野手の上林誠二などもありかなと思いましたが、前川右京、井上康太、小野寺段、伊坪日生など阪神の外野手には期待の若手がたくさんいますので、秋山を手放してまで取る必要はないと判断し、候補からは外させていただきました。かつては3年連続2桁勝利も達成した秋山、32歳と年齢的にも上がってきており、先発若手投手の層が厚い阪神とは正直相性が悪いです。中継ぎに転向すれば阪神でも出番はあるかもしれませんが、秋山は中継ぎの経験がありませんし、タイプとしても中継ぎよりも先発向きです。秋山のキャリアのためにも、一軍で使わないのなら他の球団にトレードに出し、活躍のチャンスを与えてあげてほしいですね。秋山はトレードに出してあげた方がいい。まとめ。今回の動画はいかがでしたでしょうか。トレードかと思われた馬場は一軍で復活しただけに、秋山はどうなるか気になります。実績十分で2軍で好投、油が乗っている今、阪神で使わないのであれば他球団で活躍させてあげる選択肢があると思いますが、どうなると思いますか。秋山に関するエピソードやご意見がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。トレード期限は7月31日。秋山の動向から目が離せません。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお目にかかりましょう。